第三代、バークリー伯爵ジェームズ・バークリー海軍中将は、イギリス海軍の軍人、イギリスの貴族。出生から1710年まで、ダーズリー一者の儀礼称号を使用した。第二代、バークリー伯爵チャールズ・バークリーとエリザベス・ノエルの、次男として、1680年頃に生まれた。1699年3月10日に退位として、イギリス海軍に入隊。 1701年4月2日に大佐に昇進した。1701年11月イングランド総選挙でグロスター選挙区から出馬して当選したが、海軍での勤務により1702年、イングランド総選挙に出馬できなかった。1704年にはジョージ・ルーク・提督の配下でスペイン継承戦争に参戦、戦列官母員の指揮官としてマラガの海戦に参戦した。 1705年3月5日、繰り上げ直所により存命中の父から、バークリー男爵を継承した。1706年には、戦列艦船とジョージの艦長になり、1707年8月に、トゥーロン包囲戦に参戦したほか、1707年10月23日に、サー・クラウズリー・ショベル率いる、戦列艦ガソシエーションが沈没したときは、まあ、一発で難を逃れた。 バークリー率いる、戦列感染とジョー時も、アソシエーションと同じ場所で座礁したが、次の波で再浸水することができた。この時、バークリーが親しい友人であるショベルに、エメラルドの指輪を与えたという伝説がある。クラウズリー・ショベルが死去したことでできた秋を補うために、海軍で昇進が行われ、最初は、ロバート・フェアファクスが、青色中将に昇進する予定だったが、後に取り消され、 代わりに、バークリーが、青色中将に昇進した。この昇進について、ゴドルフィン伯爵は、保育党からの圧力を理由としている。その後、バークリーは1708年末に、白色中将に昇進、1709年に、フランスに、打歩されていた、戦列艦ブリストルを脱回、同年12月に、赤色中将に昇進した。その後、1710年5月に、 軍務から退いた。1710年9月24日、父の死去に伴い、バークリー伯爵の爵位を継承した。彼は同時に、グロスタシャー投函とサリー主席治安判事に任命されたが、1712年1月に、グロスタシャー投函と赤色中将を罷免された。1714年、ジョージ一世を迎える艦隊の指揮官に任命され、戦場で、 ジョージ一世の進出自流に任命された。同年にグロスタシャー投官に復帰したほか、1717 17年4月16日に海軍協に任命され、翌日に枢密顧問官に任命された。1718年3月31日、ガーター勲章を授与された。1736年8月17日、フランスのオービニーで死去、バークリーで埋葬された。 息子オーガスタスが爵位を継承した。ハービー男爵は、バークリーを、筋金入りのホイック党員として生まれ、育てられ、一時たりともその信念から離れることが、なかったと評価した。1711年2月13日頃、初代リッチモンド公爵、チャールズ・レノックスの娘ルイーサと結婚、一男一女を設けた。ありがとうございます。